皆さんこんにちは、ほのかです。本日はファミリーマートの新発売、冷やして食べるデニッシュフレンチトーストを買ってきました。イエーイ、すごい、めっちゃパッケージからもう美味しそうです。上にねメープルシロップがかかってるみたいです。私デニッシュ生地がすごい大好きで、あのサクサクってしたね感じの食感がたまらないのでね、めちゃくちゃ楽しみです。それでは早速食べていきます。大きめ、めっちゃ大きい、これぐらい、これぐらいです。美味しそう。めちゃくちゃメープルシロップかかってます。すごいキラキラしてますね。私ちょっとこだわりがありまして、こう後ろはシロップかかってないじゃないですか。でこのメープルを存分に楽しみたいので、こうこれを下に当たる方っていうんですか、メープルをこっち側に向けて食べるのが私のこだわりです。それではいただきます。うん、おいしい。おいしい。なんか甘い、メープルがすごい、この上にかかってるメープルがめちゃくちゃたっぷりなので、この下のね、すぐ下の生地にめちゃくちゃ浸透してて、柔らかい部分と、で、冷やしてるから、ちょっとこう、しっとりと固めになってるところの、なんか3層生地があるみたいで、めっちゃ美味しい。美味しい。なんかメープルも、なんかもう、メープルしてないっていうの。なんか、ガツンと甘いんじゃなくて、程よい甘さ的な。なんか小腹が空いた時に完食で食べたい。ちなみに4月13日に発売されたみたいです。なんかデニッシュ生地なんですけど、なんだろう、軽いデニッシュじゃないっていうか、しっとりしっとりって感じ。結構生地がしっかりしてます。めっちゃ満足度。めっちゃ、満足度が高いです。食べ終わりました。美味しかった。ごちそうさまでした。なんか生地はしっとりしてて満足度も高いんですけども、甘すぎないのでしつこくないから、何個でもいけそうな勢いでしたね。でしかもこれ温めてもさらに美味しいって書いてるので、次は温めても食べてみたいなと思います。皆さんもねぜひこちら買ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。